こんにちは、ふみです。本日はですね、こちら超転生バール使っていきたいと思います。パワーアップしましたね、昨日かな。昨日パワーアップじゃないや新しい転生、超転生進化が実装されまして、超転生バールですけども、これスキブがね4あって、暗闇の完全耐性あって、で光のねコンボ強化が2つで、聴覚性でもう1個足せて、これはもうマーベルのサブでしかないでしょう。ということで本日はね、超転生バールをキャプテンマーベルと羽川翼さんのサブに入れて使っていこうと思います。なんか最近キャプテンマーベル使いすぎじゃない私。まあいっか。はい。で、パーティー、全体のパーティーはこんな感じです。まあいつも通り、マーベルループの編成なんですけども、キャプテンマーベルにチェリングフォード。キャプテンマーベルに、ミニーちゃんの武器。で、無交換通訳は覇王丸にしました。まあウルヴァリンでもいいんですけど、まあいつもウルヴァリンなんでね、今日は覇王丸でいきます。で、まあカンスト2倍つけてますね。ここにエスカトンジャッジメントで吸収。で、バールは聴覚性がね、さっきも言いましたけども、コンボ強化のアシストが豪気の武器ですね。はい。で、ティオレに、ファスカの武器をつけて、覚醒無効解除。で、羽川翼に、イノスケの武器ですね。これ、キャプテンマーベルパーのいいところが、その、毒耐性、お邪魔耐性、をしなくていいところだと思うんですよ。変換できるから。で、それで言うと、バールは暗闇、必要な暗闇をもう一人で持ってくれてるので、これはね、結構いいかなって思ってます。はい、ということで、こんな感じのパーティーで、ブラシラ行きたいと思います。挑戦する。いやー、まあ、見た目もさ、結構良くない？私結構好きなんですけど、めちゃめちゃ前傾姿勢よな。はい。変身して一旦耐えていこうかな。ここはいつもと一緒なんでね、もう3回まで飛ばしちゃってもいいかな。いいと思う。はい。ということで2回が終わりまして、3フロア目にマーベルを変身していきます。あ、そう。バールのスキルに関しては、猛反撃と、水お邪魔毒を、スカイドロップに変化を4ターンで使えるんですけど、結構強いと思うんですけど、でもキャプテンマーベルをループしてるので、そんなに使わないっすね、言うて。そんなにというか、まあ、裏白では、使わないので、そこのスキルはまあ無視してというか、上乗せする感じにしまして、吸収だって、吸収をつけてますね、コス用で。いやでも普通に強いけどね、このスキル。4ターンで。そして、このパーティーはですね、なんと、特製コンボ強化。全部で15個搭載しておりまして、ちょっと今、ね、暗算ができないんですけど、何倍なんだろう、1コンボ組むごとに何倍上がっているんでしょう、ちょっとわかんないけど、かなり15個はもうかなり上がってるよ。だってもうすぐカンストするもん。やっぱりね、コンボ強化って強いんだなっていう感想。コナミ感。光2個でカンストしないか。さすがにしないか、それは。まあ、3組めばカンストしそうだね。まあ、コンボ数にもよりますけど。うん。3組めばカンストですね。さあ、6回でネボーラ。で、ネボーラ。タオマルの火が、まあ、若干ありますけど、ティオレで押せるかなと。は
い、押せましたね。さあ、7回、7回はもうデバフをマーベルで返していく。もうこっから12回のとこぐらいまでは本当に特に何もないので、ちょっとカットしてもいいですか。いいと思う。はい、12回行きましたね。吸収です。ちょっと遅延を食らっているので、左から倒しますね。はい、じゃあ溜まりましたので、どっち使おうかな。まあエスカトンジャッジメントですかね。マーベル使って、まあちょっとソティスかわいそうなぐらいぶん殴られる感じになりますけど、ドロキョウも入ってね、過剰なダメージ量ですけども、これで、これはもうバール以外カンストなんじゃないか。あ、覇王まだ無効貫通だったのか。すいませんでした。さあ13回、お、ミストルテインね、オッケー。ミストルテインもワンパンできるよ多分、全然この光の量だったらね。ブラシュラーをさ、私がやり始めた時、まあ、クリアできるようになった時って結構ミストルテイン厄介者だったんですけど、もう余裕だよね。これがパズドラの進化。あ、うわー、一番嫌かもしれん。一番嫌かもしれん。だって転生超転生でチームを組むとだからね。でも光回復で軽減。回復ないじゃんか。回復ないじゃんか。え、これ羽川の半減だけで耐えれるのかな。困る困る困る。ミラチェン、あ、回復ってきた。ナイス。倒さないで。倒しちゃうんだ。倒しちゃうの。倒しちゃうんだね。なるほど。抜けんのかな。無効貫通しますけど。え、怖くない？めちゃめちゃ怖い。はい、頑張れ。いや、6コンボやん。はい、ということでね、バールにはリダチェン耐性をつけた方がいいっていうことがよくわかりましたね。無効貫通できないやん。無効貫通できないやん。行くぞ、行くか。あ、すごい繋がる。水に全然抜けんの？果たして。全然抜ける。よし。いや、バールにはリダチェン耐性をつけた方がいいかもね。あの、リダチェンの、なんちゃらドラゴンを注意するなら。あそこってさ、あの二択ってどんぐらいの確率の二択なんだろう。普通に2分の1なのかな。でも、リダチェンじゃない方が多いよね、多分。違うけど。はい。さあ、17。どっち？どっちじゃなかった。18回だった、私が言ったのは。ルーレットね。ルーレットは嫌ですけども。こんな感じで。あー。ロック解除するの忘れた。ロックなんて解除したいけれども。じゃあ、羽川使おうかな。ロック解除しながらできるかな。厳しそうだな。厳しそうですけども。もう一個。あ、いけた。ナイスパズル。よし。OK。んで、19。19はもう、カットかな。お、ヨーユーめっちゃ久々に見た気がする。さあ、ヨーユーチャレンジ。攻撃キラーはないですけども、果たしてどんぐらい削れるのか。
平積みでいこうかな。平積みチャレンジ。光4コンボぐらいしたかな。さすがにワンパンはちょっと厳しかったか。いかない。全然いかんかったわ。よし、でも押してみた。さあ、ここですよ。マドーバーストチャレンジ。いや、チャレンジじゃない。マドーバーストをしたらダメなんだから、マジで控えめでいい。もうそんなでいい。あー、危ない。あれめっちゃ打ってくやん。闇。怖いんで、本当に怖いんで。おーい。落ち込んやろう。闇。絶妙、絶妙。絶妙よ。これは怖いよ。これ一旦外すか。一旦外そう。怖いから。耐えるでしょ、こんぐらいだったら。待って。全然闇と光が降ってきてくれん。なんで？危ねえ。危ねえよ。じゃあ、ここは無効貫通しましょうか。どうしよう。どうしよう。まあ、いっか。頑張れ。さすがに、そんなに落ち込んないけど。よし。さあ、何色。さあ、来い。お、水吸収ね。オッケー。水吸収。ちょっと回復が危ういぞ。これ、覇王丸がもう溜まってるので、使ってもいいと思うんだよね。で、バールも使っちゃって。で、覇王丸使って。これでもう暗いな。いけそうじゃない？行ってみまーす。行ってきまーす。どう？落ち込んないけど。おー、行ったー。やったぜー。はい、ということで、超転生バールを使ったキャプテン。マーベル、羽川翼のブラシュラーでした。やっぱり闇の完全耐性を持ってるっていうところはかなり偉いかなっていう個人的には思いましたね。まあ、白泣きとか、ブラシュラーだと白泣きとか、完全耐性持ってるから入れてる方いるかなと思うんですけど、白泣き持ってない方とか、ぜひ使ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。